はい、比較ゲームズです。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、8月15日の23時前ぐらいに、動画撮ってるんですけど、イベント今やってるキングオブヤングスターズのイベントのちょっとレビューをしていきたいなと思っております。前回の動画で、ガチャ引いてなんとクルトワ選手出て、ちょっとイベント頑張ろうかなって思ってるんですけど、今ですねこんな感じになってます。でツアーポイントが84,000点で、現在の順位がさっきまで8000点ちょうどボーダーぐらいだったんですけど、ちょっと下がっちゃって今8400点ぐらいになってます。で、前も説明したように8000以内になると、黒確定でも結構レアな、ザ・チーム・オブ・ザ・イヤーの11人から出るガチャがあるので、8000以内っていうのは結構みんな意識してるんじゃないかなと思っていて、僕ちょうど多分今ボーダーぐらいにいる感じだと思います。でちょっと周りを見てみると、まあ自分の100位には結構近いですよね。どれもなんか全部近い、100ポイント以内ぐらいにみんなひしめき合ってるような感じなので、これも何回かやればすぐ8000以内に入れるような状態にはなっております。まあ、だからこそ最後の追い上げとかちょっとどうなるのかなって今から不安ではあるんですけど、一応ギリギリボーダーのラインにいると思います。みんな結構狙ってくるラインなので、皆さん一緒にちょっとこの辺りで頑張っていきたいなと思っております。ちなみに、1位、いやー46万、もうなんか5倍ぐらい僕より点数取ってるんですけど、ちょっと信じられないような数値ですね。あ、ボクンゲームズさんのこれ広報の方ですかね、視聴者さんが43万もいってますね。いやー、でもここあれなんですね、結構1位と10位でもう10万点以上差ついてて、なんかこう見るとすごい10万点って低く見えますけど、僕まだ10万点すらいってないんで、いやーすごいっすね。おアップバンクサッカー部、結構あれですね、 YouTube 関連の人たちもいっぱいいるんですね。ネイマールを売却した男面白いですね、すごい。いやーここまでやるのはちょっと今の僕にはやっぱできないんで、ひたすらすごいなと思いながら見ております。まああんだけ強い選手手に入るんだったら、まあ頑張る気持ちもわかるはわかるんですけど、まあ僕は僕なりに8000点近くを狙ってやっていきたいかなとは思っております。でこの前もちょっと見せたんですけど、チームこんな感じで、やっています。あ、こいつちょっと契約更新しておきますね。でクルトワ入れてます。いやーこいつめちゃくちゃ強い、だいぶ危ないシーンで防いでもらって大活躍してます。クルトワと、あとは他は結構銀と金の選手中心で、そもそも黒選手で24歳以下っていなかったんで、結構必然的に選択肢こうなってきたっていうところはあるんですけど、まあ金よりも銀優勢して、GP 抑えめでいけるような布陣でなんとか頑張ってます。で個人的お気に入りのユスフォールセン、こいつマジで強いっすね。193cm、 無所属って信じられないぐらいの強さなんですけど、こいつを、センターフォワードにして使ってるっていう感じです。まあ特に面白みもないんですけど、抑えながらほとんど、スーパースターでやってるっていう感じですね。はい、で、まああと5日ですかね、頑張ってなんとか8000キープして進んでいきたいなと思ってるのと、あと、僕最近ちょっとツイッター始めまして、ツイッターに最新のそのツアーポイントと順位とって公表しているので、もしよかったらそっちもフォローしてもらえると、概要欄にリンク貼っておきますので、フォローしてもらえると最新のその状況を教えることできるかなと思ってます。動画にするとどうしても、多分この動画も今、15日に撮ってるんですけど、早くても16日ぐらいにしか上げられないので、動画はどうしても1日とか半日とかズレが出ちゃうので、もし最新の状況知りたいなって方はぜひツイッターとか見ていただけるとすごいいいかなと思っております。はい、ということで、あと5日間頑張ってなんとか黒確定ガチャもらえるように頑張っていきましょう。はい、ということで今日は、イベントについての動画でした。
以上で終了になります。はい、今回の動画がですね、もしちょっとでも面白かったなとか、応援したいなって思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタンをお願いいたします。励みになりますので、ぜひお待ちしております。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。